はい、どうも皆さんこんにちは、ミザです。ということで、病院の方に行ってまいりました。肺じゃなくて胃が悪かったらしいですお薬をいただいたので飲んでいきたいなというふうに思うんですが、本日はね、こちらのベリアルの水着バージョンについてです。はい、でこちらの水着ベリアルなんですけれども、効能としましてはデメリットがあるけどメリットもあるタイプ、本家の闇のベリアルと同じ感じですね。効果としては自分に火だめ上昇っていうデバフがつくんだけど、代わりに1回のカウンターを付与しますっていう効果がついてるんですよ。そうで、前挙げた動画としては味方全体に回避火だめのカウンターがあるから、つまり古戦場のお肉集めで使えるんじゃねみたいなね、古戦場のお肉集めだったら全員に攻撃が来て、でそれが全員カウンターするわけだから、ダメージ追加で100万200万とか追加でできるから、すげえダメが稼げて古戦場の肉集めに優秀だよねっていう風に言われてたんだけど、それはそれとして、まあ今結構話題になってる、この火ダメージ上昇を使ったメリット効果が話題になってるんで、まあこちらの方押さえておきたいと思います。はい、で火ダメージ上昇っていうのは、まあ攻撃を食らうたびに固定値でダメージが上昇するっていうデメリット効果なんだけど、そのデメリットを風属性のとあるキャラクターが、バフに転じさせることができるんですよね。はい、それはこちらカッツェリーラですね。カッツェリーラがサブメンバージ効果で風キャラが弱体効果を受けていないときは HP を徐々に回復、リジェネ効果、デバフを受けているとき攻撃力アップっていう効果になってるんですよね。そう、これもともと使われてたんですよ。どういう状況で使われてたのかっていうと、大昔のガレオン HL の青箱稼ぎ編成の時、その時の当時の編成がまあいいよねっていう風に言われてたのが、アンチラ、ネザワルピリ、ヨダルラーハっていう3人だったんですよね。リミテッドナルメアとかいなかったし、コルワとかもキャラ調整されたかされてないかぐらいの時期、そんな時にアンチラ、ネザワルピリ、ヨダルラーハでサブメンバーにカッツェリーラを入れてたんだけど、その時にアンチラの一アビを使ってたんですよね。その当時アンチラの一アビは味方全体の防御と弱体耐性ダウンするっていうデバフ効果を持ってるんだけど、このデバフを用いて、カッツェリーラで攻撃力を上げて殴るっていう動きをしていたんですよね。そうで、デバフをかけるっていう、デバフをかけることで攻撃力を上げるよっていう状況を作り出してたんだけど、それを召喚石を使うことによって初手で、得ることができるようになりました。はい、それがねかなり熱い。今回はそれを実際に使って実感を持ちたいと思います。で今回で言うとすごいそれを恩恵が得られるなっていう状況は、多分アルティメットバハムートの N の救援、アルバハ N 救援はおそらくだけどかなり貢献度を、上がってる状況っていうのを見やすいんじゃないかなというふうに思います。コルはアニラ、ナルメアで、裏カッツェ、まあ最初はあれなしでいくわ、ベリアルなしの状況でいくわ。ブゲーゼこんな感じ、なんかもうちょっと更新できそうだけど、まあそれは半額終わったら更新しようかな。じゃあちょっとアルバハ N の方行きましょうか。はい、行きまーす。動きとしては、バブ召喚31、アニラ3、ホルワ1、2プラ殴り。ワンターン締めですね。これで行きましょう。これでワンターン締めでダメージが今現在7700万、8000万ぐらいか。水着ティアマトを採用してるから他のキャラクターもトリプルアタックが確定してるんだけど、まあ今のワンセットで7700万ダメージ。ちょっとなんかブレ幅が、デバフの関係でちょっとブレ幅とか発生するかもしれないので、まあ複数回やってみましょうか。召喚して、はい。で、ここから、まあ、水着ベリアルを入れた場合において、どうなってしまうのかっていう差異を見てみたいですね。7100万、まあ、結構ブレ幅があるね。これはなんか状況によって変わってきたりするんだけど、7100万。よし、じゃあもう一回別のやつやってみようか。はい、これアルティメットバハムート、レッツゴー。まあ、アルバハ N30 連戦とかは、まあ、ちょっとポチ数、あまりにも早すぎて、ちょっとポチ数減らすことになるんだけど、まあ、大体こんな動きをしていることが多いですね。はい、これで、1アビ打って、2プラトン、
まあ3回ぐらいでいっか。まあ7700万、7100万、6700万。まあ状況にもよるけど、だいたいこんな感じなことが多いかな。うん。まあ今回は防、これは防御デバフが消えてるから、かなり一番下振れしてる場合。アルティメットバハムート N が都合いいなっていう風に思ったのは、あれなんですよね。敵の防御値が高いから、この編成って減衰が出ないんですよ。そう。ダメージの減衰が出なくて、もうちょっと火力が欲しいなって思う状況になってるんですよ。そのもうちょっと火力が欲しいなっていう状況に、ベリアル、水着ベリアルを採用して、カッツェリーラのサブメンバー効果により攻撃力が上昇していると、恩恵を受けやすいだろうっていう話だな。まあ、一応ちょっとさ、じゃあこの今のダメージを抑えておきながら、ちょっと待ってな。今のダメージを抑えておきながら、ちょっとじゃあダメージ、このトライアルのデバフなし殴りの状況を見てみようか。67万、40万、40万、70万。まあ大体こんな感じやね。とりあえず何もない状態はこんな感じで、よいしょ。ここからハデスを引っこ抜いて、水着ベリアルを突っ込むと、これ水着ベリアル、無凸を突っ込むと、表記火力は結構な落ち方をすると。で、ここから、あれ召喚石、俺ゼピロスだったよね、さっき。大丈夫だよね。なんだけど、はい。ほら、めちゃくちゃ上がってる。めちゃくちゃ火力上がってます。これ最終ダメージの方を見てみるとわかるんだけど、めちゃくちゃ上がってるのがわかるはず。明らかに上がってた。950万ダメージだったのが1000万ダメージになってます。大体500万ぐらい、500万ちょいぐらい上がるかな。カウンターも加味するともうちょっと火力は上がってるって感じなんだけど、風属性は特にカッツェリーラがいるから、なあ、そのあたりの恩恵を受けやすいっていう話だな。じゃあここからアルバハ N を3連しばいたので、もう3戦じゃあここで、アルバハ N をしばいてみて、ちょっと様子を見てみようと思います。あ、待って、コントロール V を操作したのに V を押してしまった。普通にシフト V をしてしまった。これでこうと、はい、動きとしてはクイック召喚31の、3の1の2プラ殴りと。まあ、結構これは火力が低い状況。さっきだったら6000何万ぐらいのダメージになってんじゃないかな、数値的には。8000万ダメージ、8000万ダメージ、さっきありましたっけさっきなんか7900万とかじゃなかった？やっぱ火力が伸びている。まあ、減衰が出づらい状況だから基礎火力が伸びているっていうこの状況はかなりプラスに運ばれるんじゃないのね。私の力が出てるんじゃないのね。行くのね。よいしょ。ラバーゴーレム召喚。5200万ダメージ。デバフが完全にない状態なので、さすがに火力は落ちましたね。まぁ、ちょっと、いや、基本的な貢献度は上がるんだけど、アルティメットバハムート。基本的な貢献度は上がるが、さすがにちょっと状況によりすぎて、上振れ、下振れが、ああ、まずい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 、大変なことになってる。待って、心は宮殿が発動してしまったら、俺の貢献度は大変なことになってしまう。いいのか？このまんま俺の力が解放されると、俺は人王がになってしまう。その時は俺たちが殺してやるよ。大丈夫。マサノリさんは強いよ。いけます。うおー、9900万ダメージ、もうすぐ1億ダメージの大台だーということで、ローズクイーンパクってこれを やってたらまずいだろうって話なんですが、まあ何にせよ、先ほどの3回の貢献度がどこだ、1、2、あ、ここからだな、7700万、7100万。で、6700万だったんですよ。水着ベリアルない時。で、こっちが8000万。5200万、9900万。ちょっとブレすぎてたな。どちらかというとトライアルのダメージログの方が分かりやすかったかもしれない。何にせよ、風属性はデバフ効果もバフに転じることができるからかなり評価が高くなっていて、この水着ベリアルってやつ、非ダメージ上昇っていうデバフを反転させられるっていう意味で、カッツェリーラの評価も同時に上がったのかなっていうふうに思います。まあ、もともと使われてたんだけど、カッツェリーラはそのカッツェリーラのサブメンバー効果が使いやすくなったこともあって、評価として全体
体的に上がって熱くなってるかなっていうふうに思いました。風属性をメインでやってますよっていう人の場合は水着ベリアルの取得優先度とかはちょっと上がったのかなということで、まあ今回、ちょっと結構もうすでに注目されてるんだけど改めて紹介してみたっていう感じですね。風属性はサブメンバー効果が優秀なのがすごい多いのでサブ石枠どうしようかかなり悩みますね。水着ティアマトもイーウィアも水着ベリアルも HP 石入れれないんだよなこの状況全部サブメンバー少しでも優秀な効果、ベルゼバブもそうだし、少しでもサブメンバーに優秀なサブ装備時に優秀な効果たちが揃ってるやつがゴリゴリに突っ込まれてるんで、まあちょっとなんかどうしたもんかって感じですけど、はい。まあアルバハ N 対策であればグランデとかも入れたくなるしね、かなり悩みますね。 HP を入れるにはどうすればいいかみたいな、はい。そんなわけで、水着ベリアルは風だとより強いよっていうそんな動画でした。参考になれば幸いでございます。それじゃあまたお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。